雪上に置かれただれビーコンだれビーコンは、だれにより、雪中に埋没した人の捜索のために作られたトランシーバの一種。中波に分類される 457kHz の微弱電波を利用することが世界的に規格化されている。探知範囲は数十メートルほど。登山者やスキーヤーは雪山に入る際に雪崩ビーコンを身につけておき、 なだれ発生の危険が存在する場所での行動中は、なだれビーコンが常時ビーコン信号を発することができるようになだれビーコンを作動させておく。万が一なだれに巻き込まれて埋没してしまった場合、ビーコン信号により早期に仲間に見つけてもらえる可能性が高まる。なだれビーコンは、なだれ遭難の可能性を低減させるものではなく、埋没した遭難者を救助者が発見するまでの時間を、 短縮するための機器である。初期のだれビーコンは利用していた周波数が製品や企業によって異なる場合があった。標準規格が定まってからは高機能化が進んでいるが、かえって倫理的な問題が生じる可能性も指摘されている。また、近年ではスマートフォンの Wi-Fi や Bluetooth の通信機能を利用した救難用のアプリやガジェットも開発されている。 ナダレビーコンの埋没位置創作の訓練名称に関して、本校の危機器は、フランス語圏では、アパレイユでラシェエルシェイでビックティーム D アバランチの頭文字を取って、アーバ、あるいはディテクターでビックティーム D アベランチェスの頭文字を取って、ダバと呼ばれる。ドイツ語圏では、ロインレンバースチャトテンシューシュジャート、あるいはその頭文字を取って、LVS ガーイトと呼ばれる。英語圏では、 アバランチトランシーバー、アバランチビーコンなどと呼ばれる。日本語では単にビーコンと呼ばれることが多いが、ビーコンという言葉が通常を想起させる信号発信の機能のみならず、信号受信の機能も備えることが、企画上求められる。ナダレビーコンは、中波に分類される 457kHz の微弱電波を利用するものとして、欧州電気通信標準化機構。 米国国家企画協会、ASTM インターナショナルなどで世界的に企画化されている。欧州電気通信標準化機構が1996年から1999年に発行した国際企画によると次の条件を満たす製品がだれビーコンの定義に当てはまる物品となる。 ビーコン信号の周波数として許容されるのは 457kHz の単一周波数とされ、2001年にはその許容誤差がプラスマイナス 80Hz となった。ナダレビーコンは 457kHz の周波数の電波を使用した携帯型のナダレ埋没者を捜索するための無線装置である。送信モードと受信モードの2モードを少なくとも備える。 バッテリーにより駆動する。できるだけ長く送信が続けられるように、電波をパルス状に発信することで省電力化が図られている。規格上は0.9プラスマイナス0.4秒おきに0.07秒以上の完結発信である。超中波体、より詳しくは、中波に分類される 457kHz の周波数は、接中での電波透過特性が良好であることなどから、 採用されている。周波数が高いが、波長の短い電波は、接中を透過する際に減衰しやすいためである。アンテナはコイルを複数回巻いた、バーアンテナを使用する。そのため、電解強度の断面は8の事情となる。なだれ前墓地車捜索時は、電波強度の強い方に向かって捜索するのが、一般的である。したがって、なだれビーコンの基本機能の向上にかかる。 技術分野に関しては、電波強度や減水に関する研究や開発が行われている。ダレビーコンが喪失する電波の減水量は、雪の減水率、密度、温度に依存する。その他に、大地反射の影響により減水する。岩などの障害物によっても減水する。ダレビーコンは、無線機であるため各国の電波関連放棄による規制と無縁ではなく、 アメリカやオーストラリアではアマチュア無線に割り当てられた周波数帯に属し、中国やインドでは航空機ナビゲーションに割り当てられた周波数帯に属するため、それぞれの規制に従う必要がある。日本においては電波法第4条第1項1号に該当し、ナダレビーコンの使用に際して免許取得の必要はない。LVS の作動を促す看板ナダレビーコンは、 雪山に入るグループの人員一人一人が警告する。なだれの危険がある場所で行動する際には、万が一、なだれに巻き込まれて埋没してしまった場合、救助者が位置を特定しやすいように、各人が装置を作動させて微弱なビーコン信号を送り出させ続ける。なだれ発生時、なだれに巻き込まれなかったものや自力で雪から脱出したものは、全員、自装置を受信モードに切り替え、 埋没者の装置のビーコン信号を受信できるようにする。救助者は受信した信号に基づいて、無線方向探索の要領で埋没者の位置を見つけ出す。457kHz の信号は中波であるが、常実のような用途に用いられる通常範囲内ならば、十分に高い指向性を持つ。中波の指向性を利用して埋没したビーコンを探すための様々なテクニックが開発された。 ビーコンによる創作能力は、スキーヤー、登山家、ガイド、パトロール、捜索隊、プロやボランティアのレスキュー隊に必須の技術となっている。アマチュアもプロのように、通常のだれ技術演習として、訓練や練習を行う。二人以上の遭難者がいると考えられる場合には、いかに列挙するような手術の手法が組み合わせて用いられる。流れ発生直後に即死を免れて接中に、 埋没した遭難者の主な死亡リスクは窒息、低体温、外傷である。埋没者は埋没後15分を過ぎると急激に生還率が下がる。しかし、だれビーコンを使用した場合、アナログ方式であっても埋没者捜索訓練を積んでいれば位置特定までにかかる時間を最短で5分程度にまで短縮することができる。残りの10分以内の救出が間に合えば、 生還率が高まる。ビーコンは他装置の埋没位置を大まかに示すに過ぎないため、なだれゾンデを用いて埋没者の体の確実な位置特定を行う。ゾンデはドイツ語で探さばりを意味する。また、なだれシャベルを用いて効率的な雪彫り入りを行う。なだれシャベルは単なるシャベルであるが傾向することを念頭に設計されていて軽く折りたたみ式あるいは 組み立て式であることが多い。ナダレビーコンは、ナダレ遭難の可能性を低減させるものではない。埋没した遭難者を救助者が発見するまでの時間を短縮するための機器である。ナダレビーコンによれば、遭難者の生還率をわずかに上昇させることができる。ナダレビーコンの例文献記録で、確認可能な範囲内では、ベヘーラーというナノスイスのエンジニアが1940年に、 考案したデバイスのアイデアが最も古いだれビーコンと考えられる。ベヘーラーのアイデアは発信機の周波数を1 5 0キロヘルツに合わせ1 0メートル離れた受信機を探すというものであり、発想の基礎には海賊放送局を探知するための技術があった。ベヘラーはこれを冬山の危険にさらされる軍人たちのために開発した。つまり軍事用であったが、 実用化されずに終わった。彼のアイデアは1964年にスイスの研究者バリアンとフェルスターが磁力を用いて実施した。彼らのシステムは靴の表面に磁力を発生させるシステムを固定し時期を検知することで同システムの場所を特定するものであったが測定可能な距離が2.0から2.5メートルを超えることはなかった。同じ頃イギリスでも スキレックと名付けられた同様の装置が開発された。これは9キロヘルツの電波を発信し、射程距離を7メートルまで伸ばしたが、電池の持ちが悪かった。1968年には、アメリカ・ニューヨーク州バッファローにある、コーネル航空研究所の研究員、ジョン・ロートンが新しい雪崩ビーコンを開発した。ロートンは、送信機と受信機を初めて一体化させ、電池を、 充電式とした。また、2.275kHz で動作し、ラジオ信号に変換して、人の耳で聞けた。最も大きな音を追い、グリッド創作の手法で利用者は埋められたビーコンの場所を特定できた。ロートンは、ロートニクスという会社を立ち上げ、1969年4月2日から、北欧神話の女神スカジに由来するスコディブランドで開発したビーコンを販売した。 スコディは1970年の冬シーズンからコロラド州アスペンスキーリゾートのパトロールタイツメ所に採用され普及が始まった。ロートニクスの競合他社も一体型ビーコンの開発を進め、1970年代前半にはスイスのオータファン、イギリスのスキレック、オーストリアのピエプス、アメリカのスコディア・レイマー、ユーゴスラビアのローネンスペクトなどが発売されていた。 スイス連邦立の研究所群の一つ、ダボスにある雪となだれ研究所は1964年から主事のビーコンの性能比較やビーコンの有用性についての研究を行ってきたが、スコディは発売以来490人の人命を救ってきたと1974年に発表した。サミットマガジン誌1974年4月号によると、 既存のだれ対策としては25メートルほどの細いロープでパーティの人員同士の体をつなぎ被害遭遇時にロープをたぐって渦漏れている仲間を見つけるというのが一般的であったが発信機と受信機一体型ビーコンの登場で従来30%だった生還率が70%にまで向上したという同士はほんの数年でだれビーコンは 船乗りにとってのライフジャケット、バイク乗りにとってのヘルメットのような必須装備になるだろうと伝えている。1970年代までのダれビーコンは、スコディ、レイマー、p スが 2.275kHz の超超波。その他の製品はもっと高周波の周波数を用いており、各社に互換性がなかった。ドイツ系企業の製品、ローネンスペクトは 108kHz を使用していた。 1973年に PX1 により市場に参入した後発の PX はスコリと互換性のある 2.275kHz を採用した。他方でスイスの電気通信企業オータファン AG は1968年からスイス軍の委託を受けてビーコンの開発を始め2年後に製品化した。同社のビーコンは競合製品よりも高い周波数。 457kHz を採用することで指向性を高めた。同社は1987年に解散するが、ブランドと技術はマムートスポーツグループが引き継ぎ、1993年までに10万個を販売した。457kHz は指向性の高さゆえに、技術的に優れていたが、米海軍が軍事目的でその周波数をリザーブしており、そのことが、 北米市場での普及における障害となっていた。オストローバーックスやアーバ p ッ p スなどのヨーロッパ国籍の企業は、アメリカ国籍企業の製品との互換を図るために2 2 7 5ヘルツと4 7 5ヘルツ2つの周波数に対応した製品を出した。1984年に、フランス系のシーサとドイツ系のディンが協力した結果、 ヨーロッパ規格が4 5 7ヘルツに統一されることになった。さらにヨーロッパ国籍企業にとっては幸いなことに米海軍が専用する周波数を超波に移した。1986年に国際産学救助連盟が4 5 7ヘルツの周波数を国際標準として勧告する方針を決めた。アメリカ国籍企業は ヨーロッパ企画への対応に抵抗を感じながらも、少しずつ 2.275kHz と 457kHz の両方に対応した製品に切り替えていった。1996年には、欧州電気通信標準化機構や e s t e a m インターナショナルも 457kHz をナダレビーコンの国際標準周波数として採用した。4 5 7ヘルツが、 国際基準になり、基本性能よりも利便性に、技術開発の焦点が移った。1990年代には、ビーコン信号をマイコンで分析して、方向を自動的に割り出すデジタル式が登場した。1997年にバックカントリーアクセス社が、ウィンターアウトドアリテイラーショーで最初のデジタル式ビーコンをトラッカーのブランド名で発表した。トラッカー DTS は、 まもなく、北米で最も広く使われるようになり、バックカントリー社の熱狂的なファンたちにより使われ、続けている。2017年現在は、バックカントリー社以外にもオルトボックス、アルバ、ピープス、マムートなどがデジタル式ビーコンを販売している。ビーコンの技術は日々進歩を続けているが、現在でもなお使い方をよく練習することが速やかに救出して、 死亡率を下げるためには重要である。三軸アンテナによりビーコンの発信方向を検知し、液晶などの表示装置により、検知方向を指し示すことが可能に構成されたデジタル式、だれビーコンだれビーコンには、デジタル式とアナログ式の2種類がある。いずれも前述した国際規格に準拠しており、埋められている場所を示す方法だけが異なる。非常に使いやすくて、 生存率も高いことから2017年現在売られているビーコンのほとんどがデジタル式である。一部のデジタル式ハイエンドビーコンには W リンクと呼ばれる補助的な電波を備えている。この電波は W リンクに対応した他のビーコンに追加の情報を伝えられる。W リンクの周波数は地域により様々である。リージョン A は 869.8MHz。 リージョン B は916から9 2 6ヘルツとなっている。リージョン A はヨーロッパ大陸の大半やスウェーデン、ノルウェー、グリーンランド、アイスランドとその周辺諸国で利用されている。リージョン B はカナダや米国で使われている。ロシア、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、日本など、アジアや東、ヨーロッパなどでは、 w リンクの周波数は許可されていない。ユーザーは公認の販売店でリージョンを切り替えなければ、これらの国々を訪問した際に、手持ちのビーコンで w リンクを使えないかもしれない。w リンクには以下のような各メーカー共通の機能がある。w リンクによりビーコンは複数台の信号を区別でき、蒸気の機能を実現するのに役立っている。マムット。 パルス・バリバックスのような一部のビーコンは、心臓が生み出す筋肉の動きなどを検知できる。これらのビーコンは、W リンクを使って、情報を送信し、W リンクに対応したビーコンを持つ、他のユーザーは埋没した遭難者がまだ生きているかどうかを判断して、救出の優先順位を決めるトリアージを行うことができる。 w リンクに対応したビーコンを持つチームのメンバーがなだれに巻き込まれた場合、残った人たちが生きている人の救出を優先し、メンバーの救出に集中できるようにすることが、この機能の目的である。生体反応検知機能のないビーコンを持つメンバーがいる場合、w リンクを搭載したビーコンを持つ救助者には2つのインディケーターが表示される。一つは埋没者のビーコンが、 w リンクのデータを送信していることを示し、もう一つは埋没者が動いていることを示す。ビーコンが生体反応情報を送信しないため、生存反応があるという表示がないことにより、埋没者が死亡していると誤解してしまうリスクを、これにより緩和できる。w リンクには埋没者の個人情報を表示する機能があるが、w リンク対応ビーコンには、 個人情報を表示しないという暗黙のルールがある。生存の可能性が高い埋没者が近くにいるにも、かかわらず、他の人を恣意的に優先して救出してしまう、問題をこれにより排除できる。埋まっている人が誰であるのかということを特定せず、誰を救出するべきかという決定を救出者任せに、しないことにより、救出者が恣意的な選択をしたとして、批判を浴びることを防げる。 w リンクの生体反応送信機能は、たとえ個人情報を提供しなかったとしても、w リンク機能があるビーコンを持つ埋没者と、持たない埋没者との間に差別が生じるため公平な救出活動を難しくするという点で特に批判がある。高級機、または最新機種を持つ埋没者の救出活動が優先され、 公平に救出されるチャンスを失うことにつながると批判されている。このため、ビーコンメーカーのアーバーエキップメントは、同社のリンクシリーズでは、生体反応情報を受け取っても表示させないという選択をした。ビーコンデビューは次のような例を提示して、W リンクについての議論を喚起した。4人のグループが、だれの危険がある奥地へのツアーへ行く。 ある夫婦はいずれも W リンクの生体反応検知機能を持つビーコンを所持していた。彼らは前日に別の二人と出会い合流した。この二人のうちの一人は基本的な機能を持つデジタルビーコンを持ち、もう一人は W リンクに対応しているものの生体反応データ送信機能を持たないビーコンを持っていた。ツアーの最中に三人がなだれに閉じ込められ、 夫婦のうちの夫が取り残され、救出することになった。彼はすぐにビーコンを使って3人の被害者の場所を特定した。ディスプレイには、正面の10から12メートル先に2つのビーコンが表示され、1つは W リンクの反応があり、もう1つは普通のシグナルのみだった。また33メートル後ろには W リンクで生体反応が送られており、生きていることが示されていた。 この状況において、各ビーコンは名前を表示していないが、3人の被害者を区別可能である。彼の妻は33メートル後方におり、残りの2人は近くにいて、お互いの場所も離れていない。夫は他人の2人を危険にさらして妻を救うか、妻を見殺しにして、他人の位置から2人を救うかという選択に迫られる。もしこうした、 追加の情報がなければ救出者はまず近くの二人を救出するだろう。もし夫がこの選択をして妻が死亡した場合でも妻を見殺しにしたという後悔に一生悩まされることがないかもしれない。なだれビーコンと同じくなだれ遭難者の捜索を目的として電波を利用する技術としてはレコの商品名で販売されているようなパッシブリフレクタのシステムがある。 このシステムにおいては、スキーヤーの衣服やヘルメットなどにトランスポンダが取り付けられる。トランスポンダは、電磁勝者にさらされた際に 1.8GHz 程度の周波数で発信するように設計されている。ディテクターはトランスポンダから帰ってきた電磁波に基づいて埋没者の位置を特定する。本校の主題とするビーコンと比較すると、リフレクタに電源は必要なく、手動で、 作動状態にする必要がない代わりに、リフレクタのみでは、救助側に回ることができない。また、生存者の呼吸や拍動による、微小変異をマイクロ波、ドップラーレーダーにより検出する、電磁波人命探査装置が開発されている。近年では、スマートフォンの Wi-Fi や Bluetooth の通信機能を利用した、救難用のアプリや、ガジェットも開発されている。これらは、 ISM 周波数を使うため、積雪内での周波数の減衰が専用のダれビーコンと比較すると大きく、性能は劣るものの、費用対効果に優れており、実用上は一定の効果があるとされる。また、近年開発されている落とし物の探索装置も類似の機能を備える。いずれも専用の機材ではないので過信は禁物。あらかじめ登録したグループに遭難を知らせる。 メッセージを送信する。GPS、Wi-Fi と Bluetooth を組み合わせて捜索する。SNG は Wi-Fi 信号を送信する無料の救難用のモバイルアプリで、SNG は Wi-Fi の送信機が Wi-Fi ネットワークへの接続を試みるのと類似の機能を利用する。信号の強度が捜索者のスマートフォンの画面に表示され、正確な距離ではないものの、 おおよその距離と方向の目安になる。スノーウェアは iPhone 用のアプリで Bluetooth で GPS から取得した位置を送信する。GPS で取得した位置情報を Bluetooth で送信することには著しい問題がある。積雪下での GPS 信号はスマートフォンに内蔵されている受信用アンテナでは感度が不十分なため受信が困難で、 精度がそれぞれ i p h o n e 4と 4S ではプラスマイナス5メートルで i p h o n e 3G と 3GS ではプラスマイナス10メートルまで上下するとされる。ありがとうございます。